えー、飛鳥先生円盤屋の皆さんこんばんは毎回楽しく拝見させてもらっています早速質問させていただきます、うん、偽預言者についての質問です、うん、本物の預言者が最後の天皇陛下であり偽預言者はローマ法王だそうですがローマ法王にも裏ローマ法王やヤタガラス的な秘密結社がいるのでしょうか <laughs> もっと言うと バルンサリアンをかくまっているという言葉ありますかあす先生教えてください <laughs> お願いしますということですね、はい、ヤサガラス関係のものはいませんそうですかいる,としたらいるとしたら闇ですねイルミナティ、うん、巨大彗星ケツアルコアトルの誕生とベテルギウスの超新星爆発の間に 因果関係はありますか。例えば、<ー>ケツアルコアトルはベテルギウスの生まれ変わりであるみたいな説はありますか。変<う>わ, <laughs> わ<と>りがないということ嘘になる。いす全部連動してますよ。っとするとガンマ線バーストがえ続いては。 三大ピラミッドとスフィンクスを建造した絵の具は、うん、イエスのように昇天したとされています、うん、であるならばイエスが再降臨するように「絵の具再降臨」ということはありますか時期はハルマゲドンの後ですか教えてくださいえっと最終的にハルマゲドンの真っ最中に帰ってきますから、うん、当然その時には絵の具だけじゃないイザヤであろうとみんな帰ってきますから。 全部ございます。全て。はい、ね。天の軍勢引いてやってきますからね。あと、我々が歴史は知らないだろうけど、あるザルの中にいるいろいろな聖人たちも全部出てきますし。え飛鳥先生、愛子様 T 代表、エンバイアのスタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいています。早速質問なのですが、現在ある。 大スフィンクスの前足には地下室があるそうですがうん、うん、失われた大スフィンクス跡地にも地下室があったのでしょうかい,感がいいねこの人あったとするならばそこには何が保管されていたのか教えくださいませ、うん、もし日本の神社に割ってはめると狛犬になるんですね。はい、狛犬の場合は まあもちろん北斗信仰ですから北向きにはなるとは言っても本殿に向かって向かって右側がこれ京都のお雛さんもそうなんですけどオスなんです。うんはい、で左側がメスなんですね。うん、オスのスのフィンクスが消えてるんですよでもっと言うと崩れたからこそ取り出しやすかったかもしれないな。うんアメリカが 完成させているようですが完成させましたよあえ、はい、現在そのコンピューターで AI を作り動かしているのでしょうか当然でしょうもうそんなもん何年も前で完成させてますよ電話ボックスの草で <laughs> で出た回答が「宇宙全宇宙はマッチボックスの草に入った」ってうんえなぜ人は生まれる前 展開に霊体としている時の記憶が人として生まれてくる時にないのですか飛鳥 <laughs> 先生のご見解をお聞かせください。<laughs> えー、これは神の領域だからな神の決め事だから、うん、ただおそらくおそらくですけどおそらく死んだあと思い出すに違う。あ 死んででかから思い出すんですか死んん死だら仏ですからね緑竜界に入会できた白人は<ー>ハウスホーファーを含めて3人ということですが、うん、残りの2人は誰なのでしょうか残りの2人も世界史に大きく影響を与えたのでしょううーんこれは発表前だからちょっと言えないなだけどだけど一つだけ教えておきますうん。 議定書っていうのがあるんですよ実はねあえて言いませんけどね、はい、議定書、うん、これでホローコースト起こるんだけどこれはロシア秘密警察が作ったって言われてますこれ嘘です